皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。そしてシマピーです。いやいやいや、久しぶりじゃないですか、同じ絵に写ってんのが。いや、これはもう1ヶ月ぶり2ヶ月ぶりぐらいですよ。1ヶ月ぶりですよ、同じ絵に。そうですよね。そうね。そうですよ。この間ね、喋ったけど、あと、なんだろうな、下平さん、平成の、平成20年ぐらいのパソコンとカメラ使ってるぐらい、声と動きの乖離がありますね。遅れて、一刻堂みたいになってる。うん、あ、これ喋ってもいい？そう、すげえずれてるけど、まあ、いっか。それ、しょうがないね。いや、最新のやつ買ったんだけどね。まあいいや。なんか、はい、まあタイトル通りなんですけれども、下平さん、昨日の動画後に、咳が悪化して、まあ、かかりつけの病院に行ったところ、コロナの疑いがあると言われたそうじゃないですか。そうなんですよ。多ければ1年に1回とか2年に1回ぐらいで、気管支炎になるので、それと全く同じ症状だなと思って、いつも行ってる病院に行ったんですよ。で、どんな感じだったんですか？結局あれですよね、なんか、さっきも話聞きましたけど、紹介状書かれたんですよね。そう。最初、まず、症状を話して、で、熱測ったら、熱が36度2分で、何にも問題ないねって言ってたんだけど、その後に血圧測ったら低かったのね。はいはいはい。で、あれってなんか急にお医者さんがなって、そしたら、これもしかしてみたいな感じになって、で、肺炎を起こしてる可能性があるから、で、コロナでその初期で肺炎を、その症状で肺炎を起こすことが多いから、これは一旦、紹介状書くから、どこどこに行ってって言われたの。なるほどね。大きい病院ってことですもんね。で、このまま行けっつって、このまま行けって始めたんで。そのまま行ったんですか？そのまま行った。すごいな。でも、苦しかったの本当ですもんね。マジ苦しかった。未だにね、未だにやっぱりね、こういうのね、うん。ないとね、やっぱりダメなんだよ、ね。それは苦しい時にシコシコってするやつ。ああ、なるほどね。薬、だから、6種類ぐらいかな。6種類6種類ぐらい飲んでて、夜寝る前とか、今もそうなんだけど、はいはい。そうで、その薬をもらった状態で、総合病院に行ったの。あ、そういうこと。その病院でもらってから行ったんだ。一旦その処方箋で薬もらっちゃっていいからって言われて、処方箋で薬をもらって、で、もらってる最中に病院から電話かかってきて、はいはい、何時から何時までだったら、今、その救急外来で今受け付けてくれるって言われて、それで行ったの。なるほどね。で、救急外来に行って、一本ピンポンと押したら、受付の人が出てきてくれて、もちろん全身防護服で。全身防護服なんだ。全身防護服。宇宙服みたいな？そこまではいかないけど、ビニール製のやつ。顔も？顔はね、フェイスシールしてた。フェイスシール？ああ、こういうやつか。こうやって、ビーンってやるやつか。みたいな感じか。そうなるほどね。飛沫感染ですもんね。なるほど。別室に連れてかれて。別室。多分今ここでお医者さんに写真撮っていいですかって言ったから、OK もらったから多分ここにポンって載ってると思うんですけど、そこに別室に連れてかれて。で、そこから PCR と、採血と、検査と、あと棒でペロンとかグリグリやるやつ。あ、そうなんだ。やって。何その棒って。なんかね、アイスの棒みたいなやつ。そういう棒か。なるほどね。なるほどね。それで検査を受けたと。で、検査を受けて、で、それで結局、さっきか、今これ撮ってるのがお昼過ぎなんだけど、午前中のうちに連絡がかかってきて、まあ大丈夫でしたと。あ、大丈夫だった？陰性だったね。そう、なんだっけな、次の日にはもう分かりますよって言われて、なんか人もあんまりいなかったみたいで。
あ、受けてる人が、その検査しなきゃいけない人たちが、はいはい、そんないなかったらしくて、うん、で、もうその担当のお医者さんも、うん、僕のその症状とか聞いてる限り、うん、その時点で多分これはコロナとは違いますよね。なるほどね。その CT も取ったしさ、 CT にも何もないし、うん、肺炎も起こしてないし、うん、あと、まあ、ちょっとなんか血液検査はなんか白血球がちょっと少ないぐらいかなぐらいだったから、あ、だけども改めて明日連絡しますねって言われて、うん、それで、まあ、検査を受けた料金と、うん、症状の連絡があって、うん、あ、陰性でしたっていう。なるほどね、陰性よかったね。マジで下木さんタバコ吸うじゃん、タバコ吸うし薬もやるし、え、これやんねえか、それやんねえか、タバコ吸うし、あの、もともと気管支弱いし、これもしコロナにかかったらやべえなっていうのは正直あったよね。そうだから、うん、知らなかったんだけど、うん、やっぱりね、子供の時になんかね喘息やってたらしくて、あ、そうなんだ、うん、だからね、喘息やってる中ね、こう白い影みたいなのがペッてついてんだって肺に、うん、うん、喘息跡みたいな、はいはい、だからそういうのもあったんじゃないかな。あ、それもついてたんだ、レントゲンで。あ、ついてた、うん、じゃあそうなん、喘息持ちではあったんだね、じゃあ。なるほど。こう、なんだっけ、ベッドで横なって、うん、あれこう、こう、万歳した状態で、万歳、え、何、これ万歳、万歳、あ、万歳か、万歳した状態で、うん、ウィーッ、息吸ってください、止めてください、ウィーッ、あー、はいはい、あの、脳検査とかで一緒ね、そういうようなやつ、そういうやつ、そうね。あ、それで肺もできんだ、こういう、こう持ってこういうやつじゃないんだ。そう、俺もそう思ったの、初め。あ、違うんだね。あ、よくね、学校とかでやってたやつ。そう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 。そう、あ、違った。違うんだ。さすが、でかい病院やな、それは。まあ、とりあえず、陰性でよかったっす。よかったっすよ。で、俺思ったんですよ。おい。まあ、コロナじゃなくて安心したって部分はね、まあ、あるじゃないですか。あるんですけど、今あの緊急事態宣言だっけ、非常事態宣言だっけ、名前どっちか覚えてないですけど、まあ宣言が解除されたっていうのはあると思うんですけど、まあ、あれ結局経済的な部分で解除せざるを得なかったっていうところもちょっと見え隠れしてるじゃないですか。何日間か続けて2桁いってるしさ、そうそうそう、増えてくよね、それは。店も始まっちゃってるわけだし、店も自分たちが食っていくためにはもう店開けなきゃいけないからさ、それは当たり前なことで、うん、いやー、実際の話、まだまだコロナウイルスは拡大する可能性があるじゃないですか。うん、なんかね、第2波も結構現実味を帯びてるみたいな言ってる専門家もいるみたいですからね。そうだよね。だから、まあ普通に感染拡大の状況は、芳しくなく、世間の事情も鑑みなくちゃいけないと、ふうちゃん思うわけですよ。なので、の会社では、引き続き、出勤禁止です。ありがとうございます。禁止禁止ってよくわかんないけど出勤禁止だと響き悪いけど、まあ要するにリモートワークでやっていこうぜっていうところをまあ可決したというところでございます。出勤禁止ってさ、漢字だけでさ略したらさ、出勤だからね。出勤ね、略して出勤、うん、出勤だよ、出勤。下髭さん、うち出勤だから、うん、なんかやらかしたみたい。うちの会社出禁にしましたから、どんぶりさんも出禁だから。あ、出禁だからね、出禁。まあということで、まあ、6月に関してもリモートワーク引き続き継続って形のところと、あと7月以降の体制に関してはまたちょっと状況を見てご報告させていただけたらなってところなんですよね。というのも、うん、はい、というのも結構ね、コメントで早くその下髭ぎこちゃんと、下髭さん、ぎこちゃんとどんぶりさん、下髭さんとどんぶりさんが一緒の絵に映っている映像が早く見たいなっていうご意見もね、多々いただいたりするので、まあそういった待ってくれてる方々に対してちゃんと報告をするのもまた一つの義務かなとぎこちゃんは感じているわけで、まあこういう動画を出させていただいてる感じですね。ちょっとあれからちょっとね、こうご報告っていうことをちょっと改めてね、うん、してなかったので、うん、そうね、それも含めてね、ちょっとやってみようかなってところで、今回動画撮影させていただいてるってとこなんですけども、まさか偶然に下髭さんが咳が悪化してしまってコロナの疑いかかってしまうっていう。いやー、絶対よ、めっちゃ心配しましたからね、言うとくけど、言われ
速攻で、ね、会社の LINE に送って、うん、コロナかもしれないっつって、そうびっくりしたかね普通に。これもしコロナだった場合本当に下平の場合命の危機があるし、これをどうみんなに報告するかってとこまでぶっちゃけ考えてたからね俺ね、うん、まあでもね陰性でよかったですとりあえずは。うん、ただこれからもね感染する可能性っていうのは大いにありえるので、必要以上には出ない方がいいっすね。ただこの状況でもやっぱもう会社が出勤が始まっちゃってる会社さん多いから、うん、感染したくなくても電車で密になってしまう人々も多いわけで、これからね国の方がとか会社の方がちゃんと叱るべき対策を練るべきだよね。出勤の時間をずらすとか密にならないようにずらすとかさ、はたまたある程度支給してさ金額をバスにするとかさ、タクシーにするとかさ、はたまたヘリコプターにするとかさ、まあそれは冗談だけど、まあ出勤時間出勤方法に関して、うん、いろんな会社さん法人さん考え直してほしいですね。うん、時間をっていうのはね、なんかやってるところも最近増えてきてるみたいですね。そうそうそう、まあ業種によ、よりけりだけど、まあよりけりなんだけども、まあ結局出勤しなくても効率よく回る会社ってのは多いから、今一度見直してほしいですね自分の会社の体制を。うん、もちろん出勤しなくちゃ厳しいところも多いので一概には何とも言えませんがね。うん、ということでまあ一応報告動画って感じですかね。そうですね、うん、まあ現在ねコロナに感染して治療を受けている皆様、医療の最前線に立ってね治療を実施している医療従事者の皆様にね、一日も早くとコロナにね振り回されて、悩まされることのないような日々が送れるよう心から祈っております。最後にじゃあ下髭さんなんか言っていただいて締めましょうか。じゃあ下髭さんの、孫悟空のモノマネ、モノマネまで3 2 1